片町スクランブルナイトお昼の片町紹介パートツー。さあこちらのではスタジオに再び掘っメガネ店のゴールドフィッター堀田ひろふさんそしてオーダーシャツ専門店金鉱堂の店主宮谷隆之さんに再びお越しいただきましたお帰えりまさい松田さんこっちに入ってきたということは堀田さんが天の声になってますはいいますここ戻りましたはい別室で選考委員会が繰り広げられいかがでしたですか いやあのー、本当に洋服屋でこれだけ悩むお客さん来たら本当にいい加減にしてくれと思うぐらい <laughs> 30回ぐらいはかけ直しましたけど <laughs>、まあ、ディレクターが言ってたあの「マリーホーは」は多分自分があのジョン・レンノンが好きだから「マリーホー」選んだんじゃないかなというふうな感じでいや俺はそうでもなかったんでもう一つあのちょっとこう。あの まま,まん丸じゃない方にしようかなと思ったんですけども、うん、最初のビジネスの方はこれはもう堀田さんと私と松田さんのあの3人がもう合致しました致、ね、しこっち、はい、ねディレクターはちょっと首を,首をかしげていますけれどもまあでもねこれはもう満場一致な感じで。はい 100%ビジネス信用りは、おしゃれですよね絵。絵がすごく細くて、ね、シルバーの眼鏡ですね、きらっとしてて、とても綺麗な素材です。ル田さん、この眼鏡、ポイントとしては、アピールポイントとしては、どういうところですかアピールポイント、このシルバーと、うんえー、この紙と、うんえー、この前の黒い縁取りの、このメリハリが。うん そうシルバーなんだけど、はい、フロントから見ると黒い細いラインがね、はいはい、あるんですよねあと、この形があの紙のカールと,ちょっと、ね、あのマッチのちょっと後ろ向いてそうそうそう、だからいろんな角度から見てもこの形はマッチするかな,な,るほどな高級感ありますよね、はい、シルバーの絵の部分も。<laughs> あ、あ、そこはまた、あの、次のポイントになりますね。違和感がなさすぎる。はい。<あ>そう、そと続きまして、厳選された三つの眼鏡のうち。二点目は。うん、今回の私は、の、テーマ、堀田さんのところにお願いし、眼鏡をお願いした、一つのテーマはチャレンジっていうか。チャレンジというか。はい。はい、<laughs> イメチェンですからね。イメチェンジ。一個前の大統領ね。一個前ので。二 <laughs> 点目がこちらですね。まあ、はい。これが。 えー、茶色、はい、堀田さんこの眼鏡の PR ポイントなど特徴など教えてくださいまん丸というか丸いというよりちょっと四角の,の混ざった形で、えー、丸すぎずというところが宮谷さんの、えー、骨格に合ってるかなというのとこの茶は万能と、うん、そうですよね。おそらくどんな色の。 えー、洋服とかにも合合わわせせややすいうん、うん、ちょっとね照明でね光って見えにくいかもしれないんですけどフレームのここがべっ甲ですかちょっとただの茶じゃなくて風、えー、の入ったようなちょっと光って、ね自体はね、見えないかもしれないですけどべっ甲風のセルロイド、はい、あとこの横の金属のとこも,あのも細かいんですけど 金属のとこに模様がおしゃれな高級感もこれまたあります。はい、で、えーまあ、万能というか先ほどお話したように、まあ、あのこういうブルーでもいいし、うん、例えば、まあ、明,る明るい系の色、まあ、ピンクって言いましたけどもあんまり着ないけども <laughs> グ,グリーン系統とかにも茶色は合,合いますよね、はい。ただ チェンジっていう意味では自分としてはこうあの茶色っていうのはまあ昔から,わら、うん、割と示してるでブルーっていう <laughs> このブルーはまあ今までもあのー、つけたことがない色でちょっとこのブルーのシャツに引っ張られてるところはあるんですけどもまあまあ今このたまたまこれがマッチしてるからだと思うんですけどもまあブルーも悪くないかなと。 むしろいいむしろいいですよもう決めるわ遠目からはちょっと黒っぽくも見えたりこれもあのちょっとブルーの風が入ったなんか模様がありますよね照明でちょっと光って見えにくいかもしれないそうですそうですクリア感もあってあじゃあもうこれで決めるんですよはいおおっ最後ここでもう一 悩みあるかなと思ったんですけど,ど。どっちか、かはい、茶色にもうフレームの形一緒なんで、うん、茶色にするかブルーにするかっていうことでブルーがあの皆さん似合ってるっておっしゃっていただけるんやったらまあこれで決定ですね。チャレンジ。<laughs> ジャレンドラムロール。では発表です。じゃんじゃん。じゃん。これ何で,ですか。 いやいいっすねかっこいいですかっこいいです宮谷さんあれですよねこの番組が始まった7年前と比較しても髪色もだいぶ白くなってきて結構白くなったねこれもまたでもかっこいいんですよねじゃ黒い人がそういうだけの話でいや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 かっこいいっすわ髪は黒いうちとあるうちにいろんなことやっとった方がいいですよ絶対に <laughs> あでもかっこいいよ、僕が言うよりも、多分ね、松田ゆりかが言った方が嬉しいんだろうな、かっこいいですでもね、あのえっと、昔、ブルース・スプリングスティンがちょっとこうあのこう上上がってきて、ここがこう髪長く打って、パーマかけてるみたいなのを見て、もうちょっと前上がった方がいいのになって自分であの時思ったことがあって、<laughs> 上がってきたら、ちょっと上がりすぎじゃないかなと思って。 最近は上がってもかっこいいかっこいいよね。っていうようなことはあの今ふと思い出します。どう松田さん、この二つのニューメガネニューメガネもう一つの方をちょっと見ていただきいいですか。これ信用と。はい、私それがすごくね、私個人的にはそれがすごく好き。ねこのなんか縁取りがこう細いんだけども結構こうシュッとしててあのはっきり見えるっていうか。はい。 私も、これは、あの、最初に見せていただいた時から、割と、まあ、ひ、筆頭の候補っていうか。かっこいいというかもあるし。で、これをゴールドフィッターが。さらにフィッティング。をちゃんと合わせます。はい。じゃ、来月また、お披露目。堀田さん。なるほど、なるほど。これ、これ、これと、こっちに。二本。あ、ビジネス向けのと、ちょっとカジュアルな。カジュアルなファッションの時た ちなみにあのお値段で言うと2つでどれぐらい ?2 つでそんなしないですねえっと3万ぐらいと3万弱ぐらいかけられてるのが3万円ぐらいフィッティング込みでもちろんですねはいということで優しく時間内にどうやらこれ収まりそうですかこの決着に関してはははいいということでではですねこの ミスター宮谷、ダンディー化、うん、計画、令和2年の陣、はい、第3弾、これにて決着ということで、じゃあ,あ、の次回、このフィッティングに関しては、また後日、はい、はい、日を改めてね、ご紹介いただける時がくると思いますので、よかった、決まって、よかったですね、よかったじゃあ、無事に決定した金庫動店車、宮谷さん、はい、今の感想をカメラに向かって、3219。いや、本当に、あのお店ってこんな悩まないように、本当に、お客様は。<laughs> <laughs> 店主はちょっとあキあキしますから堀田さんのところであんまり悩んだらダメですよ決めるときは決める <laughs> えでも堀田さんあれでしょこ悩んでもやっぱりいいのがいいですよねもちろんあ<の>いいの選んでくれるの、ね、最終的に、ね、かけたくなる眼鏡をかけてほしいんで満足して買って 選んでほしいなと思います。すっきりした。で、あのどんだけ悩んでいただいても堀り爪がね、彫ためがね店大丈夫ですので、はい、幸が、はい、どうだけでも待ちます。お出かけいただきたいと思います。<laughs> はい、ということで、じゃあ改めて講話締めましょう。はい。はい、さあスタジオには堀っためがね店のゴールドフィッター堀田博文さん、そしてオーダーシャツ専門店金光堂の店主宮谷隆之さんにお越しいただきました。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お付き合いいただきましてありがとうございます。